すべて書き直し、ようやく下書き終了です。視点が劇的に低くなりました。続いてペン入れです。下絵は小さなものまで浦沢さん自身が描いていきます。下絵は任せられないね。ちゃんとなんかこうね、祈りを捧げながら描かないとダメなんですよ。死体というのはちゃんと人物なので、ちゃんとキャラクターがあるんですよね。どういう風な人生があってそこで生き耐えられたのかなっていう気持ちをやっぱり込めないと死体はダメなんだなっていう。荒廃した地面にも丁寧に書き込みを入れていきます。書き始めから2時間、8年かけてたどり着いたコマがついに完成です。果てしなく広がる荒野、そこに一つ一つ気持ちを込めて描いた無数の死体。クライマックスにふさわしい迫力の絵が誕生しました。浦沢さん、この日はちょっと張り詰めた空気ですね。さあ、今日はデリケートだから、誰もいない手でいてくれればなんかできるかもしれない。いよいよビリーバットの最終回。なんとそのネームを描く現場に密着させてもらうことができました。白い紙に物語が初めて現れる、まさにその瞬間を捉える門外不出の普段は誰にも見せない貴重な映像です。ネームはね、無謀だよね。やっぱりこれは他の漫画家さんたちにはお願いできないよね。これ最終回だったんですもんね。そうですよね、無謀ですよね。連載8年、ついに迎えた最終回のネーム。ストーリーをどんどんと落とし込んでいきます。ネームは世に出すものじゃないのに表情もちゃんと書くんですね。こうやって演技の取っかかりみたいなものをこうやっぱり入れておくんですよね。このスピードだからこの時正しい演技が入るんですよね。これがね、本当こんなシンプルな線で正しい線入れられちゃうとね、本当にペン入れの時大変なんですよ。ネームでいい表情をかけるとそれに勝つのが大変なんですね。耳なんかいいのにね、描かなくて。やっぱりお絵描きが好きなんですよね。本当ね、丸書いてちょんと書いてポジションだけパンってやってるとね、楽しくなくなっちゃうんですよ。で、本来漫画が書くのが好きで楽しいってやってたことがなんか失われていくのね。それでなんか結局こうやって書くようになったみたい。最終回、未来を予知してしまう漫画家、主人公ケビンは物語最大の謎、本物のビリーバットと
現実に対峙します。漫画で描き、伝えたいことを語るケビン。